映画友達ラムです。ラムズキュン。どうも映画チンピラジャガモト斉藤です。どうも映画バカ芸人アンコです。パニパニュー。はい、シネマンションとは映画好き3人が集まって好き勝手映画について語るというチャンネルでございます。はい、なんかアンコさんが、はい、紹介したい映画があるということで。そうなんですよ、私ですね、はい、このシネマンションで今年の新作映画期待値ランキングっていうのやったじゃない、はい、うん、その時に2位と3位に挙げたデモニックとプラネットオブピック豚の惑星、はい、言ってたね。こちらをちょっとね見に行って、あら、でその2作品ね、うん、未体験ゾーンで今年のあって、去年行ったよねみんなで。行ったね、行った行った、ね、スカイシャークだったかな、うん、ほら、ちょっとチラシを、うん、あ、いっぱい持ってきたの。他のね、そう、これぐらいあんのよ、これすごい、数えきれないぐらいあるじゃん。そうそうそう、でね、僕見逃した中でね、これや見逃したのちょっと悔しかったなというのが、どれ、チューブっていう、これがね、意外にね、高評価なんですよ。意外にって良くないよ。あ、ごめんなさい、アンコさん。あ、じゃあアンコさんは、じゃあじゃあじゃあ、その手はダメなの。ごめんなさい、ごめんなさい。みんなの、じゃみんなのね、意見を、な、思ってというか。動揺してるぞ。全部あだとなる。最悪。ほんと好きですから。まあ、そんな中でもですね、こちら。はい、ババン、はい。デモニック、こちらをですね、見に行ったんですけども、うん、こちらの、ニール・ブロムカンプ監督。うん、これあの、ここにも書いてあるけど、第9地区とか、チャッピーとかね、うん、エリジウムとか、あの、どっちかだったら SF 映画にむちゃめちゃ精通した監督さんで、意外だねってなったんだよね。そう、意外でってなったんで、うん、で、ちょっと見に行ったんですけど、うん、どうなのよ、気になるよ。面白かったか面白くなかったか。ま、結論から言うと、惜しい。あ、面白くなかったんだ。どうして負のとこに連れていく。いやいや、でもそのね、どっちかどっちか、そうだよね、二択ならってことよ。まあまあ、いや、あのね、好きなとこと、もうちょっとここやったら面白くなったんじゃないかっていう、うん、まあこれからちょっと話していきたい。映画自体どんなお話かというと、主人公の女性がいまして、うん、その女性のお母さんが、うん、あのね、連続殺人犯なの。しかも老人ホームに放火した。嫌な殺人犯。そう、だからちょっと疎遠になってたの、うん、でもある日、あの、そのお母さんがちょっと昏睡状態になったから、うん、まあいろんなことがあって病院に行くことになるの。さあ、お医者さんにお母さんの意識の中に入って、うん、ちょっと意識を呼び戻してくれということを言われる映画なんですけども、急にちょっとね、インセプションとか SF っぽい感じが、ここで未体験クイズドドン。お、いいね、なになになに、新コーナー、はい、この未体験クイズとはですね、うん、あ、この映画未体験だな、ここっていう、私あんこが思ったところをですね、はいはい、ちょっと出題したいなと思いまして、はいはい、はい、ま、今から問題を、はいはいはい、ちょっと出すで、お二人に答えて。もう慣れてないことしてる。服装だけ司会者っぽいんだけどね。ダデン、ガミガミ。はい、商品もらえないでしょ、だってこれ景品とかないでしょ。うん、何もらえるの。一応ありますよ。え、これ何問あるの、全何問。3問。3問ある。3問。3問。じゃあこれどっちが正解したか、はい、で、優勝すると景品もらえます。あ、マジ。あ、じゃあ頑張ろう。ということで、デモニックより第1問、はい、ででん、お母さんの意識の中にこの主人公娘さんはどう入ったでしょうか。入り方ってこと。そうでございます。これが未体験。ここ未体験だったなっていう。はい、はい、ラムちゃん。なんか頭につけるやつを同時にこうつけて眠る、はいはい、うん、はい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 、インセプション的なね、うん、え、ほぼ正解やん。ちょっと待って、大体そうでしょ。大体よこか答えるでしょうね。あ、でもでもでも、正確ではないです。惜しい。歯切れ悪い。答え。じゃあ斉藤さん。あ、じゃあ斉藤さん。ドリルで、頭に穴を開けて、うわ、ありそう。中になんかガッと入れて繋ぐ。不正解。不正解、はい。あ、不正解。そんな、ホムンクルスみたいな。違うの？やばいやつじゃないです。はい。はい、ラムちゃん。一回心臓止める。あ、殺す。殺して、中に入り込む。不正解。ちょっと、わかりづらいから、ブブーとかにしてもらうんです。ブブー。
まだ何回か答えたいよ。はい、もう。え、もうちょいヒントちょうだい、もうちょっと。監督らしい。入り方でございます。ニール・ブロムカンプらしい。はい。むずいぞ。なんて言うのかな、まあ、いいヒント欲しいね。うん、欲しい。うん、ね、あのね、今時っぽい。VR をつけて。じゃない？相手とお互いに VR つけて装着する。まあほぼ正解でございます。あー、やったー。なんとですね、うん、ブスイクアバターを作って意識の中に入るっていう。今時だね。要は仮想空間、ああ、マトリックスみたいな。で、そうそう。で、そこに意識をつなげて、お母さんの意識の中に入っていくというですね、とんでもない未体験だ。最先端 SF。ね、聞いたことないね、うん。VR はじゃああってはないってこと？あってないね。違ったか、なんか VR 技術でなんか入る。あ、そうなんだ。じゃあいいのね、うん。それが正解ならラムが一番最初正解じゃんって思っちゃったけど。確かに。なんて言ってたっけ、ね、え、くっつけて。くっつけてですね。寝る。なんか俺も気持ちよくない今なんか。アバターかーってなって。無事行きまーす元気出してこ、元気出してこ。仮想空間のシーンがね、うん、ちょっと画質が荒め、うん、でもザ仮想空間ってわかる感じ、あのね、プレステのサイレンみたいな、プレステの、あ、サイレン、サイレンっていうね、うん、ゲームがあるんだけど、あれに怖いじゃん。ちょっとね、あの暗くてね、はい、でちょっとザラザラっとしてんのよ。で CG もああいう感じの、あ、ちょっとポリゴンなんだ。ポリゴンみたいな感じの中でこう行われていくっていうね、ところがね、また未体験な映画だなと思って、お母さんはなんでそんなことをしたのかっていうところまで行った時に、この映画の物語がすっごい世界観が広がるのよ。うわーって世界観が大きくなったんだけど、うん、すごい尻つぼみでちょっと終わっちゃったのよ。あー、盛り上がんないんだ、あんまり。おーちゅーって。うわーってなって、フュってなっちゃったの。あ、予算が多分なかったのかな。はぁ。だから、もったいないね。これをやっぱね、この監督にお金をもうちょっと渡してくれと。あー。それだったらね、俺これとんでもない作品になったかなっていう。なるほど。あー、もったいないね。そう。がね、ちょっとね、怖いの？怖くはないのよ。あ、そうなんだ。そこもまあ惜しいではなったんだけど、このホラーと SF の掛け合わせは、うん、まあ攻めた、うん、この発想はやっぱ監督最高だなっていうのがあってね、お金をあげてくれ監督に。期待値は2位でしたけど、はい、現状やっぱ2位ではないですか、やっぱり。はい、2位です。あー、2位、あ、期待値からはちょっと、うん、ちょっと下がっちゃったかな。まあまあ、あるある。プラネットオブピック。出た。豚の惑星、うん。こちらね、見させてもらったんですけど、とんでもなかったね。どういう意味？どっちだろう。まあまあまあ、これもね、未体験クイズ！あ、もういきなり。がありますね。いきなり。うん、まあこれね、まあどんなまず映画か、と言いますと、うん、クイズではないんだ。どんな映画でしょう？でもないですね。まあこの映画ね、まずどんな映画かっていうと、うん、舞台はもう世紀末。うん。お、豚と、人間のハイブリッドの生物兵器。怖い。この生物兵器に、もう地球はもう牛耳られかけられてんの。豚人間。豚人間みたいなやつに、もう牛耳られてて。怖い。そうそう。で、まあ主人公が賞金稼ぎの男。ほうほう。そして妹かな？まあこの兄弟がいるんだけど、うん、まあこの兄弟が、この生物兵器の女王豚と呼ばれるマザー。この豚を倒すために巣を探して、まあ、戦いを挑んでいく、うん、というね。人間対豚人間。豚人間みたいな映画なんだけど、はい、ここで未体験クイズ！問題はこちら、豚の生物兵器は主人公たちをどう襲ってきたでしょうかと。あ、人間をどう襲ってきたか、最初ってこと、はい、主人公たちにどう戦ってきたでしょう。ロースを投げてきた。自分の肉を。ロース、ロース。わー。脂っこいだろーって。うん、めちゃくちゃ面白いね。ね恥ずかしいな。ね、不正解、不正解。ブブー、ブブー、ふん。投げてきた。ブブー。初戦ですよ。っていう、大きな音。なんか少年漫画の戦いみたいな箱ってね、音でね、あのスーサイドスクワットみたいな、うん、違います、不正解でございます。ヒントで言います。豚
ぽくないです。ないんかい。むずくない？はい。はい。めちゃくちゃむずいな。あーブブ。でも近い。近いの？いや、やりやり。ブブ。ミサイル。ブブ。RPG。ブブ。地雷。いや、これいつか当たるかも。ふざけんなよ。ブブ。それも。豚っぽくないんだ。豚要素はゼロです。じゃあむずいよ。クイズにすんな。未体験だから、未体験だから。なんかビームビーム。うわーブブー。レーザービーム、うん。ちょっとヒントちょうだい。ヒント。うん、マシンガン系です。武器。武器を使います。ガトリングガン。お。ただ惜しい。ガトリングガンじゃない。車にガトリング積んでブルー。ああブブー、でもそういう発想。ヘリにガトリング積んでブルー。ヘリはどうなってます？飛んでる。そう。空からガトリング。うわ正解。意味がわかんない。ごめん、またさっきと同じ現象。答え広くしたのにね今。うん、でももうほぼ当たってんだよ。ああじゃあラムちゃんポイントだ。やってした、はい、今。ね。じゃあ答え言っていいですか？うん、正解じゃないの？正解。あ正解だけど。空からガトリングでは合ってのね。そうそう。うん、あのロケットで飛びながらガトリングをぶっ放してきたという。ロケットで飛びながら、そうロケットエンジンでバーン飛びながらガトリングで襲ってくるっていうジェットパックみたいなことだ。そう、あ未体験、もうもや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 するね。さっきもちゃんとした正解を生んでないんだよね、うちら。ヘリからが不正解だったのに空からで正解になったから俺らが良くないかもね。バチッと決めれてないから。そうね、未体験の答えがいっぱい来たから、うん、ちょっと未体験の優しさをね振る舞いちゃった、ごめんなさい。んっていう感じでございます。それがいいシーンだったの？いや、これは未体験だなって。あーいやー、つかみとしてね。つかみとして面白かった？人によるつまんないんじゃん。いや、これだから僕でちょっと面白かったんだよ。あーじゃあいいじゃん、面白かった。けどラムと斎藤さんはどうそう？ブチ切れるかもしんない。あーそう、だからこれはまあマッピング。本当に人によるんだね。そうそう、っていうね、映画でございまして、じゃあもう一問。あー見た見た。ラスト問題。最後の問題となりました。おーしゃってるぞー。ワクワク。はい、最後の問題はこちら。そもそもなぜハイブリッドしたのは豚なのか。おー。はい。はい、ラムちゃん。豚が人間に恨みを持ちすぎて復讐心で豚とハイブリッドにした。うん、不正解。ブブー。復讐という意味でもね。復讐。違うんですよ。うん、ギブアップ。え？そんな引かないでよ。いやいや、もうちょっとなんかごめんごめん、ポップに帰ってくるかなって。すごい楽しんでたのラムだけ。すっごい楽しんでた。俺3度目にしてもういいかなって。おい、お腹いっぱいになってんじゃないよ。お腹いっぱいに。もっとね、ごめん、真剣にやんないとね、真剣にやんないとダメだね。マッドサイエンティストが自分の飼ってた豚が死んじゃうのよ、あの日。ある日、うん、今度飼う豚こそもう長生きしてほしいって言って、そのマッドサイエンティストが人間の DNA とハイブリッドさせて、ペットとしてというか子供みたいに育てたみたいな。なるほど。どうですか？不正解。ブブ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 ブ。不正解ならわかるんだけど、不正解ブブブはもう豚じゃん。ブー。不正解なんですよ。はい、はい、ラムちゃん。マッドサイエンティストが、うん、若い頃、うん、お前は豚だっていじめられてて、うん、その復讐で、うん、だったら豚人間作ってやるよっつって、うん、ハイブリッドさした、うん、豚と人間を。不正解。あ、違うんだ、考えすぎというか。いやこれ難しいかな、やっぱ最終問題だから。当たるかな。悪魔が、あ、悪魔の手によってハイブリッドさせられた。ブブー。違う。ブブ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 ー。豚に噛まれた。違う。ブブー。なんだ。タイムオーバー。何よ。これ答え。うん。わからないです。わあ。それはずるいよ。見たいねー。抜くな。なんだ。見たいねー。もうこれ発明者もわからないって、もう映画で言っちゃうというね。発明者っていうと、その豚人間作った人もでもわからないっていうね、とんでもないね。
映画なんですよ。いや本当にね、もうこういう映画なのよ。もう要は簡潔に言えば過激にぶっ飛んでる。だから例えばキャラクターも強烈で、これ賞金稼ぎの妹、まあ、女性なんだけど、あのなぜかあのヒゲがあったりとか、へえ、黒描写も強烈で、ね、もうね、もう一物も絡んだ演出とかもあったりとか。一物、いやこれ見てほしい。まあ、一物を使ったとんでもないね。アホ映画だね。そうだ、ね。めちゃめちゃぶっ飛んでるのよ。あ、そこまで振り切ってんだったら見たいな。そう、もうあれラストとかも、あ、こんな着地するんだっていう大振り具合を見せる映画で、僕的にはあのここまでやってくれるんだったらもうちょっと笑っちゃって、ちょっと好きな。まあまあ中途半端じゃないんだ。来年はちょっと皆さんとまた行きたいです、ね。いや行きたい。行こうよ。やりましょう。ね、ということでね、以上私のですね期待値新作映画ランキング2位と3位見てみたでした。どうもありがとうございました。景品は？お、景品ない。そうだ。でも不正解。まあ不正解ではないというか、その2人とも1点1点で、うん、そっか、最後内容だけ知りたいぐらい。そうだそうだね、皆さんに本当渡そうか、うん、してたやつ、うん、はこちらですね、ジョーカーあんこ、うん、3枚立てです。3枚立て未体験なプレゼントでしょう。うわ、何そのトトロみたいに大中小ってあるの、ね、いやこれほらやっぱ僕らもね、背丈が似てるから似てるけど、じゃあラムがこれで、はいはいはい、斉藤さんこれで、あ、こういうことか、ね、いらねえ、やばい、いらねえ、やばい、いらねえ、やばい、めんこでいいんじゃないこれ、めんこ、あ、めんこでいい、めんこでいい、ひっくり返りもしないよ。あ、返せる返せる、なんかやだな。あー、あんこさんこのハイブリッドできちゃう。できちゃう。あん人間。あんこの惑星だ。アンチコメントはブロックだぜ。これ持ってこなきゃよかったな。本当だよ。そうね、ごめん。ないでよかったね。